登録者100万人ありがとうございます。オープン。うわ、え、綺麗すぎ。すごい。あ、意外と歯が鋭い。どうでしょう。いいんじゃん。やばいやばい。うわ、来た来た、やばい。レタロです。宇賀神です。秘密基地です。焼き鳥くんもいるよ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ということで、はい、秘密基地主君チャンネル登録者100万人ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。すごいね、マジで。勢いのまま行っちゃってぬるっとだったよ。ぬるっとだった。確かに。ありがとうございます。本当に何日？1日。7月1日。1日のもう深夜。古民家来てからどれぐらい？9ヶ月。9ヶ月か。来た時だって2万人おらんぐらいだもんな。1万5000人とかだったから。そうやんな。そう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 。9ヶ月ですよ。すごいぜ。マジですごい。で、まあ100万人突破したということで、うん、今日だけは派手にやろうじゃないかと。いつも派手やけどな。なるほど。今日はもうとんでもないことをしたいねっていうので、はい、こちら用意しました。おぉ、よいしょ。ズドン。タラバか。タラバのデカさ。もういい。いきますよ。はい、オープン。ん、生昆布か、これは。違う。生昆布じゃない。こちらマグロですよ。マグロ。すごいってこれ。嘘。ほんまやで。でかい。え、この形だってみんなわかんないんじゃない。ピンとけえへん、多分。来ないか、さすがに。うん、見してよ。ちょっと出すか。ワクワクしてる。ワクワクするよ。おもちゃもらっただけみたい。早く開けたい。早く開けたい。早く見たい。見たい。クリスマスの朝って感じ。クリスマスの朝。うん、お、で、え？あ、これ身ってこと？これ身ですよ、もう。切られてんねや。家具取り出してるみたいな。すげえ。ぐらいの大きさあるわ。うわ、え、あ、そういうこと？やばすぎ。いくよ。ちょっと。すごい。やば。すごい。本マグロのハラミです。ハラミというかブロックです。いや、すごいよこれ。この断面は見たことあるわ。写真で。写真で。写しとこう。多めに。多めにな。どこが何とかあんの？ありますよ、そりゃ。あるよな。まあそれは後でな。後でか、後でか。まだか。焦んな、焦んな、焦んな、焦んな。でかっ。はい。え、何キロ？こちら9キロです。9キロ、はい、赤子やん。本当だよ、赤子やん。生後6ヶ月ぐらいだ。そうやな。すごいですね、はい、こう見ると。やば。僕がずっと前からお世話になってるお魚屋さんに、うん、ちょっと頼んでマグロのブロックを用意してもらいました。やばすぎ、こんなん見たことない、はい、家で。家で見ねえだろ。店でも見えひんからこんな。俺寿司屋働いてたからよ、うん、これは見てたよ。あ、そうなんや。家庭ではな、なかなか。ないよ、ないよ。見るだけってこと今日は。眺めて終わり。今日は100万人突破記念ということで、うん、こちらの本マグロを使って、はい、寿司100貫食っていきます。すごい。ふさわしいんじゃない？確かに。ふさわしい。ふさわしいよな、こんな。嬉しすぎるでしょ。いや、俺の中でやっぱ100万人記念はずっと本マグロやりたかったんよ。うん。これはなんか決めてて、俺の中で。そうなん？マジで決めてた。ずっと言ってた。小学校の時から。100万人突破したら、俺は本マグロやるぞって。そう、卒業文集に書いといて。書いてたんや。書いてた。かなったんや。剣道部やりすぎるだろ、お前。で、本マグロといえば、うん、今日こちらも用意してます。おい、オープン。うわ、え。頭でございます。でかすぎる。といえばで出てくるもんじゃないよ、これ。といえばでしょ。え、これ存在すんの、世の中に。これ、海に泳いでんだぞ。いや、お前、怖すぎないこれ。ガノトトスやん。ほんまや。え、音爆弾ひっ。やば。食うのこれ。いや、でもこっち見るとうまそう。うわ、うまい。肉バーンついてるわ。そうなんすよ。頭ってね、処理がめんどくさいし、家じゃ無理じゃん、絶対。うん、無理やな。安いんすよ。あ、そうなんや。うん、この魚体のやつの頭。あ、こ、マジ。そう、こいつの頭。え、こいつの頭。これが頭だとしたらさ、体どれぐらいあんの？本当に多分こんぐらいある。やばすぎない？あるよな。あるあるある。ちょっと待って、もう持てない。重すぎて。何キロぐらい？20キロのモルテルぐらい。あー、これ泳ぐの？
これ泳いでんだぜ。しかも止まれないんでしょこいつ。止まれない、止まったら死ぬ。マグロマグロはめっちゃすごいやん。海海ふけー汗ーお前そのコメント、まあ、頭はね、うん、100万人記念だから、うん、ドカンとやっぱり置いときたいなと思って。あ、置くようなんや一旦は。そう、オブジェ、オブジェ、オブジェな。もちろん食べますよ。うんうんうん、食べれるとこあるやもんな。ある。じゃ食べるとこめっちゃ少ないよ。うんうん、あ、そうなんだ。そう、だからマグロの頭の解体の仕方もちょっと今日は教えつつ、うん、寿司100貫ね、めでたく食べましょうよ。食べましょう。はい、というわけで、うん、まあ、今日9キロ頼んだんですけど、はい、絶対にね、食い切れないと思うもんね。ほんま？おう、うん、絶対無理だろ。行っていい俺。一人3キロだぞ。学べ。かぶりついていい。そろそろ学ぼう。かじりついていい。もったいないから。無理か。マグロかじりつくの本当美味しくないんで。あ、そうなんや。切ってなんぼか。魚のそう、分かる分かる。はい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 。やめた方がいい。やめた方がいい。だから今日は半分ね。で、残りの半分はまた別で美味しく、うん、こっそりパーティーしましょう。うん、そうね。嬉しい。じゃあ半分でよかったじゃん。買う量。間違いない。いや、安いんだ。なんかあんな、なんかあの。いや、なんか10が良かったんよ。俺は10キロで飲みたくて、キリがいいじゃん。9キロ。じゃあ9キロだった。来た。なるほど。はい、というわけで、はい、こっからこのマグロね、うん、柵取りしていくんですけど、はい、まあ、自分実は魚屋で働いてた経験がありまして。ねえだろ。あるわ。あるんか。あるわ。遊んでただけだろ。いや、ちょっとこういうのずっとやってきたんだよ。えー、うん、これを柵にして販売してたんですよ。なるほどね、うん、なんで今日はこの柵取りの仕方をね、教えていければいいなと思います。やらんって家庭では。だからいやいやいや、意外と重要。いいいいいいあるから早く食わせてくれ。サッとじゃねえわ。まずね、部位説明をちょっとしたくって、うん、これ実は今日一番いいとこ。一番いいとこ？これが、腹の上、腹上っていうところですね。ほう。あ、あれあるやん、マグロのやつ。せや。あ、そうじゃん、ちょっと持ってきてよ。出た。これ、牛の部位全部空海で買ったやつについてたセットのマグロ版。マグロ版。マグロ版ね。今日のどこ？オープンします。今日のはここです。そこや。腹上って書いてる。腹上、ほら形一緒でしょ？わかるかな？なるほどね。ほら、ほんまや、腹紙や。6分の1ぐらいってこと？これが背紙。そうやんな。そう、そういうこと。そう、まあちょっとね、この腹中の方なんだけど、ここは腹紙、腹中、腹下で、ここに背紙、背中、背下が。めちゃくちゃでかいやん。めちゃくちゃでかい。で、尻尾と頭あるから、ね、そうやんな。2メーターぐらいあるぜ。ウギーぐらいあるか。ねえわ。いや、あるわ。ワンチャンあるやろこれ。ある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 。ワンチャン長さだけで言うと、あるあるある。今日はその腹紙のね、いっちゃうまいの。大トロが取れるから。はあ、そっか、下が大トロなんだ。そう、背中の方は大トロないんすよ。うん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 、トロっとしたやつね。そう、こいつを今日食う分でちょっと柵取りしていきますよ。嬉しい。いや、嬉しいよ、マジで。感謝伝えといたら、100万人の皆さんに。本当にありがとうございます。マジで。ほんまやな。嬉しいっす、本当に。これできてんのもな、見てくれてる人いるおかげやから。だいたいこんぐらい、5分の2ぐらい。行くね。行っちゃいましょうか。こっちを食うの？実はこっち、ここの方うまいよ。あ、そうなんや、うん、こっちはね、油がね、ギッシュなのよ。ほう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 。一旦こっちで。一旦こっちで今日は。で、腹をこうパッて切るときはここに、ね、腹骨があるんで、ちょっと切りにくいんですよ。気をつけてください。まっすぐね。お、ほんまや。で、ギコギコはしないと。で、この歯の長さ足りないんで、根本的に。まあ確かに確かに。今ここ、こっちが切れてないから。人たちで無理やな。こう家でね、家の包丁でやるときは。あ、そうなん。反対側から切るべきなんや。そう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 。今度はこっち側から。こう、 うわ、でかっ。と切ると、で、皮がね、くっついちゃってるんで、皮ってすごい切りにくいんですよ、うんうんうん、包丁をまな板に当てて、こっちを持ってこう剥がしていくと。おお、すごい。へえ。うわっ、え、ちぎれる。ちょっと待って、綺麗すぎ。すごい。え、いいね。うわ、えぐ。上手。で、サメ。上手だ。上手。上手だ。すごいっしょ。年輪。でもどうしてもね、こういうところにダンができちゃうわけよ、うんうんうん、だからマグロさばく包丁ってめっちゃ長い。クソ長いな、あれ。あ、人たちで行くためってこと。そうそう、それは。確かに。へえ。じゃあこれはちょっと一回、もうほんとちゃん早く
そうか、鮮度落ちるからな。保存しかない。もう今日はいいんや。一旦ね。こいつは一旦。一旦。OK。というわけでコロ取りができましたんで。コロ取り？コロ取りっていうの。コロ取り。一コロ。初めて聞いた。このコロ取りが終わったら次は柵取りですね。コロ取りからの柵取り。まずはこの、わかるかな？この赤いところね。赤いところで、茶色いところ、うん、赤黒いとこあるな、うん、これ血合いですよ。はいはいはい、はい、これはね、お刺身ではね、向いてません。あ、そうなんや。なんで取っちゃいます。これどうすんの。これはですね、煮付けとか唐揚げにするとうまいんよ。うまそう。実はすんの。するっす。するっす。今日するっす。寿司じゃないじゃん。するっす。いやいや、寿司100貫だけど、今日はこいつを食い尽くすから。なるほどね。そりゃそうだわ。マグロって捨てるところがないっていう魚で有名なのよ。意外と。皮は食えんのよ。ええー。今日この皮もやんの。するっす。するっすだ。するっす出た。皮食えんねよ。そうなのよ。逆食えへんとこどこな。目玉と。目玉食えるって。骨ぐらいじゃない。骨ぐらい。うん。はい。これで血合いが取れました。すごい。普通のスーパーとかでもマグロを解体してるところは血合いバーンって入れて売ってあるわけよ、うん、めっちゃ安く売ってるから、うん、ぜひ買って食べてみて。めっちゃうまいから。唐揚げがおすすめ。唐揚げがおすすめ。でも煮付けもいいよ。うん。じゃあ味しっかりつけてってことやな。そう。マグロの何がうまいとかの見極め方あるの。値段。正解。なんだろうな。まあ見てうまそうだったらうまい。当てにならんな。それはなんかでかきゃうまい。いや、ちょっとなんか見た目が透き通ってる身は美味しくない。水っぽいってこと。美味しくない。水っぽい。味が薄い。だこう透き通ってないじゃん。くすんでるじゃん。こうなんか、うん、色ついてるな。そうそう、しっかりこれがしっかりとね、味がついてて美味しい。はい、じゃあ次はここからは腹の皮をね、取っていきます。次皮。骨がね、こういうところにある。腹骨な、さっき言ってた。そう、これも含めてそんなに気にしなくてもいい。めっちゃ薄くやんなきゃとかは。うわお、うわ、これいっちゃんいいとこじゃん。これがまあ俗に言う大トロですよね。うー、大トロだ。イエス。あ、ここも設定引き剥がすんや。そう、ほら皮ってさ、めちゃくちゃだんだんに鱗になってる。ほんまやほんまや。これを包丁で切るのは無理なのよ。うんうんうん。引き剥がす。引き剥がす。で、この残ったところはね、スプーンでこそいで。はい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 、はい。猫にあげる？いや、喜ぶよ。猫が。にゃーやな。皮取ったら、次は天パネっていう作業です、ね。知らん方がいっぱい出るね、今日。天パネは、このチョンって出てるとこあるじゃないですか。うん、ここ赤身なんだけど、天身っていうのね、赤身の一番いいところ、ここ。そうなんや。それを天身を跳ねるから天パネ。ほー。でこれを地球とちゃんと平行にね、まっすぐやんないと変な柵になっちゃうんで、しっかりとこうスーッとこの包丁がこっちに行っちゃったりこっちに行っちゃったりすると大変なの。そういうことか。売れなくなっちゃう柵が。あ、へえ、それ変わるんや、質が。変わる変わる。こうまっすぐね。俺がやっていい？ダメだろ。まあいいか。ダメか。いいだろ。ダメか。で、お寿司のね、柵取りわかんないんだけど、俺は指4本分っていうのを教わって、うん、これがまあ使いやすい。指4本置いて、その高さに合わせて。ああ、そこ基準ってことか。そうそう。寿司だともうちょっと低いのかな、もしかしたら。まあ、いろいろやり方あるけど、うん、今日は俺のやり方で、はいはい、指4本分。この辺かな。いけるのか。よっと。おーい。いいんちゃう？そうそうそう。これが赤身。で、今説明すると、ここからこの辺ぐらいまでが、まあ、中トロやな。やばすぎ。多すぎじゃね。ここからここが大トロ。なるほどなるほど。あ、白いもんな、明らかに。こっちはこの境界線に決まりはなくって、俺が大トロだっつったら大トロで。なるほどなるほど。まあ、答えにもよるんだけど、まあ、大体この辺ですね。まずはこっちの中トロ大トロから柵取りしていきます。こっからは中トロ側からこういう形で。あ、ほんまや。なるほど。そうしたら四角になるな、確かに。そう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 。で、しっかりと筋があってさ、マグロってこう上に上がってるじゃないですか。上がってる。上がってるから上がってる方に、なんかこの時は押して切るんだよね。ほー。引くとダメなんだよ。抗わずにってことか。身がボロボロになっちゃう。ボロボロになっちゃうというかね、積み木で考えて、積み木で考えるとさ、こっからこっちに積み重なってるじゃん。あ、だからこう引くと落ちてきちゃうのよ。ああ、崩れるんや。そう、だから、はい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 、抗ってこっち側に自分の親指が大体基準、親指の厚さにこうやってグイッと
なるほど。で切って、うわっやばい、それは見たことある。こうやっと見たことあるよ。はい、これで柵ですよ。ちょっとやるじゃん。せやろ、うまそすぎ。うまそう、これいい。やばいんだけど、これ断面めっちゃ綺麗。うん、積み木崩れてないだろ。うん、押して切ったから。で、ここが俺の一番好きな部位なんですよ。うん、ここ血合い義士っていう部位で。血合い義士、うん、一番中トロの中でも赤みが強い。うん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 、バランスがいいの。一番バランスいい。確かこんなん見たことないわ。回転寿司でこのまばらグラデーションのやつ出てきたことこれはないな。ないな、うん、ないな。でもこっからは順番に親指の厚さで切っていきますと。へえ。あ、で剥がすんだ。うん、こうやな。ええやん、この日のために勉強してきた。いや間違いないね。なあ、本当やね。俺古民家でこの作業できると思ってなかったよ。マジで。中トロと大トロの間にちょっと絶望的なね壁があるんですよ。絶望的。そんなんあんの。あるんですよ。内側からだと分かりやすいんだけど、うん、腹髪だとねそんなに気にはなんないんだけど、この一本分かる。ああ、これがねすごい硬い筋なのね。あ、そうなん。だからここが食べにくいのよ。ほうほうほう。なんでここまで来たらこの筋に沿ってこう落とします。一回。なるほど、筋なんや。そこが硬い。そう、ほらこれ、このこれよ。確かに分厚いな。結構でかい筋があるからここはちょっと取り除きたくって、でこういう柵が1個できると、うん、これは赤身として売っちゃう。うん、形悪いから売っちゃうっていうか、まあ売らないんだよ。売る場合はね。売る場合は、売る場合は魚屋目線、魚屋目線で言うと、ここは赤身としてね。でここを筋の当たるマグロが一番ムカつくからさ。ムカつく。うん、結構思いっきり取っちゃう、こう。ああ、いくね。これで柵として売る人もいるし、これをねこそぐんですよ。はい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 。おー、なるほど。になるんで。いっちゃうまいよ。そうです。そっか、筋のところだけじゃ別でちょっと取らなあかんにゃ。そう、じゃあこっからは大トロですよ。はいはい、柵取りしていきます。色変わるんじゃない。変わるで。ここだけちょっとでかいから取っちゃうか。でかい。なんか回転寿司とかさ、一貫でちょっと値段高めでさ、うん、長いマグロあったりするやん。あるね。あれはどうやったらできるの、あの長いマグロは。長いマグロ、うん、後でやるから。やってくれんの。やるやるよ。いいしして、ね、やるよ。そりゃできるんや。できますよ、そりゃ。長いやつ、あんな頼めないもんな。あれ回転寿司で、うん、長いやつ、うん、これは大トロ。おお、綺麗。光り方が違うね。ギッシュですね。ギッシュ。うーわ、これちょっとたまらんぜよ。たまらんぜさ、なんぜよ。夜明けぜよ。本当に龍馬おるやん。これはもう全部大トロ。大トロっすね。はあ、それもこうでいいよ。いくか。そういくか。でかっ。うわすげえ。やば。で皮のところも残ったところもこそいで、こそぎ終わったら皮は食べます。おお、全部食うやん。で皮がついてたところ、うん、めちゃくちゃ不潔なんで、うん、衛生的に良くないんで一回洗ってきます。じゃあ次、はい、じゃあの赤身ですね。赤いな、こう見ると。赤身ってさ、筋が少ないよ結構。だから柵取り基本的に自由。自由。うん、レンタルがやったらじゃあ。ダメ。ダメ。飾り切りみたいにしてよ。俺のやり方で説明しますわ。ほう。まずはこの一番いい天身をね取ります。あ、天身言ってた。そうで、こう取る。テンパネ、テンパネでもいいんだけど、もう一回テンパネすればいいんだけど、これをねこっちに倒してこうやれば簡単にまっすぐいけるんで、俺は。セイト。うーいいね。一作天身、一番天のとこやんな。そう、赤身のトップ、赤身のトップ。いい、で、あとはさっきと同じようにサンタンタンってやるだけ。いっちゃうよ。赤身の中の一軍ということか、こいつが。そう、二軍、三軍。悪い悪い。そういう意味じゃないよ。だってこれ別に美味しいから。全部うまいよな。全部一軍だよな。一軍一軍。はい。オッケー。で、こういう形の悪いところは鉄火巻きとかさ。はいはいはい。そういうのに使うと。六軍？これ六軍。まあいいよな、うまいから。うまいね。結局形がいいか悪いかっていうのも結構重要なんやな。うまいかっていうよりも。重要重要。そうやんな。こう聞いてると見てると。うん。お寿司にできないからさ、形悪いって。そっか、三角とかで無理なのか。しづらいね。しづらいよな。だからただでさえ高いのにこうやって成形するからさ、
あさらに値段が上がっちゃうっていうね、マグロは。さあじゃあ柵取り終わったんで、うん、これ一回冷蔵庫でね冷やして、はい、俺頭の解体次はやりますんで、もうちょっと寿司のね、寿司準備しますか。シャリとか、オッケー、シャリとか、シャリとか、シャリをやっていきたいと思います。はい、頭解体していきます。でかい、でかい、マジでかい。気まぐれクックでしか見たことなかったな。うん、見てベロも、こういうとこ見とこ、ほら、あ、意外と歯が鋭い。歯見えるか、どこ歯、これこれこれ、あ、ほんまや、ギザギザがあるね。ねえ、かわいいね。ちっちゃ、でも、もう、痛い。よっしゃ、じゃあまずは、こいつかました。うん、喉、これっすよ。切れんのかな、包丁で。切れる切れる、よいしょ、ねじれば取れる。よっ、すごい、しゃい、取れた。これがね、意外とジューシーでうまいんだけど、こうね、鱗がね、口に残るからあんまり使われない。なるほど。うーん、でも喉でも、うわ、今日は使いません、これは。うん、置いとくの、置いとく。これ食っただけでお腹いっぱいになるから、うん、いや、なるね。これはね、ジューシーやもんな。取っとく。これベロ、これベロやね。で、次はね、頬、目玉、脳天、脳天の3部位皮取ってくり抜いていく形かな。ほう、あ、さっきそのな、パズルでな、同じように書いてあったわ、ちゃんと。あ、脳天、あ、顎って言うんだ、多分顎や、俺がさっき取った、さっきの顎。うん、いいっすね。脳天いくんですね。こういう感じで、それ頬、頬、え、そんな感じ、こそぐの。そう、こうやって、こういう感じで、ほら、出てきたでしょ。意外と肉鱗になってんだよ、こうやって。ああ、そうやんな、これ白いとこ食えへんよな。そう、だからこっちからこっちに向かって包丁入れていくと取れると。へえ、内側から見るとだいぶ薄いけど。本当だね、あるんや。ほら、こうやって、すごいすごいすごい。で、これやるときにこっち側に左手置くとスパッていって指切っちゃうから絶対気をつけて。やらないから。マジでこのサイズのやつをこれ見て、よし真似するかってやついいひんから。いないんだ、うん、まあまあ気をつけな、な、気をつけて。じゃあ俺もうこれちょっと同じ絵が続くんで、はいはい、レンタロウさんにバトンタッチします。レンタロウさんは何を。これです、シャリですね。うん、大事、寿司なんで一番大事だって。寿司なんてな、シャリ 100% やからな。 100% じゃないだろ。まあ半分はシャリだ。そう、でもやっぱいいお店はシャリがうまいんよ。うんうんうん、本当にこだわりの無洗米で今日は。そうです、こだわりの。ちょっと固めの、固めのな。何号。4号です。4号、ほんまに100貫やろうとしてるな、これ寿司図ね。エドロ寿司屋で働いてたもんな。そうなんですよ、ほんまに高級やったやろ。ほんまに高級、これはマジやもんな。マジでほんまに有名店、うん、多分行ったことある人てか名前聞いたことある人絶対いるよ。いると思う。ギシ君行ってたもんな。ギシ君も行ってたね。領収書置いてたもんな、なぜか。あれって言ったもんな。俺であってびっくりした。俺が働いてたとこっすよ。シャリいい感じですか。うん、うん、シャリはコツとかあんの。まあ一粒一粒にまとわせる酢をのは大事だけど、うん、大事だし、あとお酢を入れてからやっぱ馴染むまで時間があるのよ、うん、シャリに酢が、うんうんうん、だからすぐ使わずにやっぱちょっと置いとかないと酢が浸透しないから、馴染むまでちょっと待つのがポイント。なるほどなるほど、これはいいこと聞いた。で、あと切りすぎても粘り気が出ちゃうから、へえっていう。今どれぐらい粘り気が。ネッパネバ。ああ、なるほど、うんうん、大丈夫、いけた、うん、三流寿司バイトがシャリ切りしてくれた。一流店の、一流店の三流寿司バイト。そんな言われようやった。お、頬見えてきましたね。頬見えたっすよ、この赤いとこ。うわ、すごいプニプニや。これをまあこうやってこそいでいくんすよ。これ寿司にするんですか。これはね、火に入れてもいいし刺身でも食える。へえ、もうそうやってこそぐんや、完全に剥がす、ほっぺを。ここ希少部位やんな。希少部位、そうやんな。一匹でだってこんな何キロも取れへんやん、こんなでかいのにね。うん、お、取れた。取れました。ちっちゃ、ほほほほ、これが2セットやな。ああ、そうかそうか、両面あるから。まあ今日は1セットで取ります。うんうんうん。次目玉もついでにくり抜いちゃうか。すごっ、目玉。うん、
コラーゲンたっぷりでさ、美味しいって言われてる。俺はあんまり食感が好きじゃないんだな。そうなんや。ぷよっとしてる？ぷよっとしてる。あ、半端ない絵面ですよ今結構。いいよ。油すごっ。よっと。うわ。はい。でかっ。どうやって食うのこれ。これ煮付けっすよ。煮るんや。このまま。このまま。まあ、一回湯通ししてね、臭み取って。もう今のすぐ買うからめっちゃ買いだシェフは、うん、すぐ買うわしづかみにして。あとは脳天。あと脳天真ん中にこれ、ね、ます骨がありますん で、うんうんうん、でこの辺にも骨がありますんで、ここにこういう骨が、ほう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 、なんかうまいことねくり抜いてってください。うーん、あ、ざっくりまっすぐ切れるわけじゃないんや。ここもなんかちょっとね入り組んでんのよ。よっ、はい、脳天1本目。1本目まっすぐとこの意味わかんない骨に沿って取って、あとは意味わかんない意味わかんない骨でこの下もねありますんで、はいはいはい、ああ気合でくり抜くと、そうそうそう、意味わかんない骨を今避けてるな。避けてる。じゃあ俺こそぐよ。やっちゃって。なるほど。さっき、あ、皮こういう身とかもったいないからこそいだら。いや、お前ジューシーだぜ。ここは見てみ、これこれやばいっすよ。100万人にふさわしい。ふさわしいよ。これどうやって食うの？これ普通に寿司で食える。ネギトロみたいな。うん、うーん、まあ結構有名だけどね、こうやってこそぎ取ってるのをネギトロからネギトロっていうのであって、ネギが乗ってるからネギトロじゃないからね。うーん、なんか前言ってたな、それなんかの時に言ってた。うん、ネギ取るっていうこの動作のことを言ってるんだよって。そう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 。うわ、油すぎん？油すぎ。終わり。お、いけた？半分終わりました。うんうん。で、こういう残ったところはネギ取ってネギトロに回したりとかするかな。で、もう半分もあるんですけど、一旦ね、ここまでで終わりです、うん、お疲れっしゃーしゃー。やってくぜ。やってくぜ。僕が、はい、ネタを切りますんで、レンタロさん、うん、お願いしますよ。握る人回してくださいよ。いよいよですね。いよいよ来たね。楽しみ。ニヤニヤしてる。ニヤつく、これはマジで。じゃあまずは中トロからいっちゃおうかな。言ってたやつ。そう、これグラデーションの血合い岸。これが、これがいっちゃうまいとこ。そう、刺身ね引く時も筋の向きがちゃんとあるんで、うん、伝えとこうかなと思います。筋がこう入ってるじゃないですか、うんうんうん、これに対して包丁が垂直になるように。ああ、クロスするように。そう、筋を切るイメージね。なるほどなるほど。で、これが一個平面の見方ね。次はこっちの筋もあるんですよ。縦か。縦、こう入ってるじゃないですか。入ってますな。これもこう切ることによって断ち切れると。左側に筋が上がるように置いて、上がトロの方を置く。これが置き方。わからん。わからんな。ちょっとむずいわ。むずいな。もう一回やってくれ、うん、左上がり。左上がり。ああ、自分に、自分から見て左向きに筋が、左上がりに置いて、赤とトロがあるじゃないですか、うんうん、赤いのとトロが、うん、トロを上に置く。うーん、としっかりと筋が切れるようにネタが切れますと。じゃあ切っていきますよ。いよいよ。いよいよ。まずはね、成形してでかくいこうか。いや、100巻あるから。でかっ。うわ、いいね。いいやん。どでかいです、これは。これ贅沢だな。この柵だけでも数千円、うん、そんなレベルよな、マジで。でかくないですか、シェフ。でもどうだろう、レンタロウ、どう、もっとでかいよね。いや、そんなことないです。そんなことない。だいぶでかい。だいぶでかいです。場所によるんじゃない。まあまあまあ、そうやわな、うん、すげえ。はい、こちら寿司ネタ切れましたね。でかっ。僕、寿司ネタの切り方知らないですよ。はいはいはい。お刺身の盛り合わせ切れるから、これに関してはちゃんとお寿司屋さんで勉強してください。なるほど、素人なんや。切るのに関しては素人ってことね。寿司ネタとお刺身用は全然違うんですよ。そうなんやね。だからこれに関してはちょっとごめんなさい、お願いします。あとはじゃあ行きましょう、うん、じゃんじゃん俺も切っていきますよ。こっち握っていくわけね。そう、酢を入れた。水とお酢ね。合わせたんや今。そう。あ、そういうこと。これ水じゃないんや、ただの水じゃないんですよ。少な。さっき4合あったのに。いや、保温してるんで。ははそのために。そうです。いや、でかいですよシェフ。あなた100貫って言ってるから。また確かに、ちょっと
次からは侵略します。いや1見てね、もういやいや見たことないでかさ、ほんまに。ちなみにみんなわさびいける？あ、俺いける、好き、いけます、行きたい。わさびチョコン乗っけます。乗っけて来るですよ。うーほっ、あーよいしょ、やってたのね、だろう。若干ね、若干どうでしょうか。いいんちゃん、すげえ、うまそうやばすぎる、傾いてるこいつ、重すぎて、これ片方が、これちょ、ここが分厚すぎるな。すいません、すいません、もう家だからいいじゃん。楽しい、楽しい、楽しい。次は赤身切ろうかな。お天身ですよ、これが。あ、ここも寿司にすんの？する、着々と。あーいいね、綺麗、めっちゃいいね。これ中トロ、中トロ、これは、はい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 。じゃあ薄めにな、あの長いやつやるか。あの長いやつやって、あの長いやつ、うん、どう、まだ全然長くない、もっとあの回転寿司のお皿目一杯ぐらいのやつイメージしてた。これか。いや、もっと長い、もっともっと長いのあるかな。 あるあるある、これだ。あー、まあギリぐらいこれだ。あー、いいねいいね、長い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 。あ、それぐらい、それぐらい、全然薄くていいからな、あんま取れへんな、やっぱ長くすると。そうやな、数やっぱ大きくなる。うわ、うまそう、着々と黙って握ってる。握るのうまくなるよ多分今日、レンタロー。いや、間違いない、なるよな。え、食う？いや、もう食うはね、一回フライングしよう、一個ずつ行きましょうか。行くか、あざっす。俺も行く？じゃあ、俺これだって、まあ確かに記念やからな、100万人記念ですか。いただきますわ。サビ入ってんのか、もう入ってる、あざっす。札100万人突破おめでとう、おめでとうございます、あざっす、乾杯。うん、まっ、こんな贅沢な握りないですよ。分厚っ、マジで頑張ってよかったな。なあ、うまっ、ありがとうございます。これ100点余裕だわいける、マジでちょろい、余裕すぎる、本当にいける、多分ジェンジェン握って、うん、そうか、まだ今ので3か、97残り。いや、今の農家ですよ。農家？農家、農家なんでやねん。はい、というわけで一旦ね、50巻 50、はい、50です。どれが何？大トロ、そこ大トロか、うん、赤身中トロやな、うん、ほう、これなんか見た目がちょっと違うけど、これは全部大トロないな、こっち側は。そう、こっちがね、蛇腹って言われる一番腹の方、うんうんうん、ひだひだが多かったところかな。そういうことか。そう、ちょっと見た目が若干違うけど、うん、そうそう、部位としては一緒、一緒、握りたてがね、やっぱ美味しいから、うん、もう一回食べよう、いただきます、いただきます、嬉しい。これも自由に、自由でしょ、自由に、早っ。俺大トロからいっちゃうから、じゃがんの、うわ同じ反応してるやろおめでとう、おめでとう、確かに祝やからな、祝いやからな、100万人の味、マジでこれは嬉しいですよ、うまい。いや、もう大トロいっちゃおう、2回目、うん、ちょ、赤身うまいぞ、あや化け物いたわマジでうまい、マジでうまい、どうしよう、やばい、100点じゃなくて150点にしとく？なに、増やす、1人50貫ずつ、うん、食う分にはいいからな。そう、幸せじゃん、黙って食べちゃうねえ食う？食いたい、一緒に食おうよ、じゃ食べましょうよ、いただきます、はい、箸で食いたいな、箸派？箸派、箸取ってきていい？ダメだな、え、何個食った？俺今4、4、うん、カウントしたかな、せやな、え、最初のでも0でしょ、そっか、じゃあ3だ、開幕0、うん、今3、これが1だ、 2、 2ダメじゃん、じゃあ4にしよう、これこれで、なんでやねん箸だ、そういうのはないの、これもじゃあ箸で食おう、うーん、うまい、うん、
めでてえ味じゃ。うん、改めてどう、レッタロー、100万人いった実感ある？確かにない。ない、ない、まあないか、ないよ、一緒やったもんな。想像つかないよね、なんか会ってもないしさ、ファンの人たちと、うん、だから本当にファンっているのっていうさ。ああ、いや、いるっしょ。実際に会わないじゃん、なんかオフ会みたいなイベントがないから、いや、熱量、まあすごいコメントでしかわからないっていうか、うん、確かに確かに、うん、本当っていう感じがすごい。いや、そうね、うん、100万人の人が俺らを登録してくれて、東京ドーム何個分ですか？5万人とかじゃないの、ライブなあ、うん、20 days できます。20 days 20 days できます。満杯にしてな。、うん、でかいだろ。え、なんでマジでこれだけこんな米でかいの？嫌がらせ？うん、1個目うんじゃねえよ。嫌がらせ、うんじゃねえよ。めっちゃでかいな、それだけ。ごめんの、ごめんの、ごめんの、にぎり。意外と飽きひんな。いや、マグロって飽きないんだよね、なんか、うん、肉って飽きるけど、うん、魚ってね、毎日食える、本当に。ガウは実感の？マジで俺も実感ない。ないよね。なさすぎて、ちょっと申し訳なるぐらい。申し訳なる。申し訳ない。申し訳なくなるぐらい実感なくて。俺ら前のチャンネル秘密口やる前に友達4人組でやったじゃん、うん、その時も100万人行こうなみたいな言ってさ、100万人行ったらどうするとか話をしてたじゃん、うん、俺がまさかねこんな形で行ってしまうとは思わなくて、いざ行ったら、うん、ちょっと虚無感っていうか。行かんくてよかった。行って嬉しいけど、今まで見てたたくさんの有名 YouTuber とか好きな YouTuber の人たちとほぼ変わらない登録者になってきてしまっているっていうか、うん、いや、そうだよね、うん、いやな、本当に10万人とかいったらな、あれやけど、100万まで来たら確かにくくりで言うとやっぱ100万以上って多分あるやん、うん、ある、だいぶ違うね。そこにいる実感がないね。え、声とかかけられへんの？まあ、うわかけられるな。俺結構かけられる。せやんな、なくはないもんな、全然。俺この前、俺結構ちゃんと深めの帽子とかかぶるんだけどさ、うん、深めの帽子とマスクで、うん、こういうの初めてかけられた。マジ、うん、あのスタイルで、おう、びっくりしたもん。なんて言われたの？レンタロー君ですよね。マジ、うん、すごいね。その人、長尺とかも見てんのかな？ショートだけの人も結構多いやん。いや、ショートの人は多分俺のこと見つけらんないと思う。無理？あ、それで言ったら俺は毎週飲み歩いてるわけよ、うん、仕事の終わりとかね。うん、飲むってことはもう顔も全部さらけ出すわけじゃん、うん、つい飲んでると、うん、中華鍋の人じゃんみたいな。あー、まあまあ、そうやんな。中華鍋の人か右左の人って言われる。まあ、そうやんな、めちゃくちゃ。まあまあ、それはそうやと思う。ないよ、まだ。いや、俺単体ではないやろ。やばいやろ、そいつ。知ってるやつやろ。いや、マジで特定されてほしいな、なんで。絶対嫌ないけど。それが嫌で顔出さんし。ドレッドで B さん。まあ確かに結構絞られるよ、うん、だいぶ。でも、うん、野良のドレッドで B さんの人に焼き鳥くんですかって話しかける勇気ない。確かに。無理だね。相当勇気あるな。いや、めっちゃ勇気あるよ、うん、俺どうしたらいいの、それもし言われたら。そうですって言うべきかな。それはもう手握りしめるでしょ、うん、ほんま、よくぞたどり着いたな、うん、まあそっか、うん、まあさすがにね。さすがに相当な勇気いるもん。相当勇気いるね。怖いよね。うん、え、ちょ、それあったらすぐ教えてね。まあ、そうやな、言うわ、さすがに言うわ。でも一回さ、3人でいた時にさ、うん、買い物してて、ウギの、あの車が見つかって、うちの、うん、あっこからあのバレたっていうのが一回あったやん。あったね、あった。で、レンタローかウガジンかがさっき車戻ってたら気づかれて、で、そのタイミングで俺も行ったら、うん、あのおっちゃん、焼き鳥くん言ってたもんね。言ってた。そこがなかったら俺たぶんバレてないやん。レンタルウガジンが いてドレッド来たから焼き鳥くんやったけど。そうね、単体やったらあれなかったけど。でもあの1回だけやな、逆に言うと。まだ、うん、あの人に顔見られたんやな。だから素早く逃げたけど。あの人も素早くさ、仕事場からさ、パパパパって歩いてきてさ、仕事放棄してこっち来たもん。せやな、あの人な、何も整理すんのやめてこっち来てたもんな。見なはんじゃん、これ。確かに、焼き鳥くんの顔はバラさないでいいな。バラす方法ないやん。無理やな。めっちゃ特徴言うかも。絵とか描いて。締めてないはい。もうでもお腹いっぱいかも。うん、もう待って待って、ちょっとお前結構もうそろそろって感じ。え、俺多分一番食ってんで。嘘、ぶっちゃけペース。嘘嘘嘘。いやいやいや、見てもらったら分かる。めっちゃ一番食ってる俺。なんか
炙りとかできへんのこれ。あ、できるよ。やりたい、やりたい、やるか、やるか、やるか。え、早くない？あ、でいやいや、もうだって50半分ですから、そろそろじゃないの。ちょっとじゃあ、炙っちゃう。ええで、うわ、お前それ出せよ早く。これでしょ。ガーリー、ガーリーですよ。遅すぎるな、マジで。遅すぎた埋葬や、これは。復活しないよ、絶対。まずガリ置いとけ。まずな。寿司屋は。確かに。間違いない。あったんや。じゃあちょっと炙りますか。中トロと大トロ。うん。じゃあ、え、そうなん、そうなんすんの。うわ。焦がし醤油炙りやな、これな。うわ、うん、焦がし匂いしてきた。やばいやばい、うわー、きたきた、うほー。めっちゃいいやん。行くか行くか。手前が中トロやな。いただきます。うわ、これいいっすよ。やばいね、これちゃう。やばい、これやばい。あと20は食える、これなら。うまい、うまい、うまい。あと50あるんで、足りてないっす。マジで食えるぞ、これ大トロね、それ。いただきます。全然違う。うわ、うん、まっ。あ、全然違うな。ジューシーさがさ、5倍ぐらいになってない？油が熱で溶けるからなあ、うん、これぐらい言ってもいいかも、わさび。いや、間違いない、足りないぐらいよ、本当に。ドヤ顔してるもんね、今。うますぎて。ちょうどいい、ちょうどいい。ガリで落ち着くなよ。いや、一回ね。このタイミングでガリうめぇ。炙りめっちゃいいやん。うん、ちょっと炙ってよ、シェフ、もっと。え、炙りおかわり。いや、炙りでしょ。炙る、この40巻までずっと生で来たから。あー、まあちょっとね、全炙りしちゃってよ、もう。え、これこっちは炙ったあかんの。いやいや、赤身はないよ。でも赤身の炙りはあんまり効かないから。そうなんや、うん、いや、でもこの炙りやばかったわ。うまいよ。うん、行くかじゃあ、うん、おー、でも50か、これで。うんうん、結構あっという間。意外といけたな。この香ばしい匂いなあ、油が。お祭りの屋台の匂いする。なんやろこれ。イカ焼きだ。イカ焼きか、うん、そういえば醤油焦げた匂いやな。美味しそう。いいですか。はい、あと2巻ずつで50や。折り返し。いいよ、全部。何を言ってんだよ。太郎はしんどくなってるらしいです。大丈夫。もう油がきつい。じじいやん。だよ、本当に登録者100万人いっても油はきついんだ。そりゃせやろ。うんまっ。うん、いやいやいや、手を開く。手を叩く。じゃあ1回ね、50巻。50巻フィン。というわけで後半戦、はい、行きましょうか。で、いけいけ、やろうぜ。食ってこうぜ。から元気。腹いっぱいもんね、レトロはもう。50で。いや、油がちょっとやばいよ。まあまあ確かにな。実はこれね、さっきね、隠れて仕込んでたんですよ。うん、これが試合の唐揚げ。うん、赤かったとこ。そう、一番黒、黒やったとこか。茶色だった。はいはい、最初だったとこや。そうそうそう。で、これの作り方がこちらです。一口サイズに切っていきます。くっろ、試合だから。くっろ、めっちゃいい香りするね。うわ、ちょっと生臭いけど、この全然いいわ。いける。腹減りすぎてるだけ。いやいやいや。この生臭さとさ、血合いのうまさをこいつらで、なるほど、して唐揚げにしていきます。切った血合いに唐揚げの下味つけていきます。臭み消しの生姜、ニンニク、料理酒、みりん、醤油、酒、醤油、みりん、1対1で、このまま揚げたら普通の唐揚げなんですけど、うん、今日はじゃん、ちょっと豆板醤。豆板醤？いや、絶対寿司で辛み欲しくなると思うよね。お前いつも辛み欲しいだけ。いや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 。豆板醤ちょっとね、刺激をプラスしてみます。今日はあえて、まあ2、30分ぐらい漬けたら、片栗粉か小麦粉でね、カラッと普通に唐揚げにしてもらって完成です。で、揚がったのがね、うん、こいつなんすよ。揚げたんや、そう、それを。これがまた絶品、これ食いてーなんすよね。めちゃくちゃいい匂いする。うん、で、豆板醤だもんな。そう、今日はちょっと豆板醤でピリ
ピリ辛さを演出しましたよ、あえて、あえて。よし、食べますか。これ食べたい。なるほど。もう一回寿司じゃなくてこっち食べたい。せやな。給食で出たよな、なんかのイメージがあんのよ。絶対クジラだって。クジラか、あれ、うん、いただきます。うわ、いい匂い。酒だ。酒か米をくれ、マジで。これなら100いける。いけねえんだよ、マジ。いけねえだよ、お前。マジでいけるわ。ビッグマウスすぎんだよ、さっきから。これは100巻のカウントに入れてないの？これ10巻分です。10巻分とりあえず。あ、なるほどね。10巻分としてカウントね。はい、これでじゃあ60か、これ食い切ったら。そう。あ、そう、そうなんですよ。これ10巻分なんですよ、実は、うん、はい、うん、全然あるな、10巻分ぐらい。で、もう1品ね、うん、これマグロの皮。かわいい。こんななるんや。これちょっと気になるな。ちょっとじゃあ下処理ご覧ください。マグロの皮です。茹でます。よいしょ。さっと茹でたら水で冷まします。ほんでこのね、皮目についたこいつら、うわ、わかるかな、うん、全部鱗なんですよ。気持ちいい。ほらこれ、すごいじゃん。おう、これ全部取ります。これすごいよ。そんな取れるもんなんだ。一回茹でることによって取れやすくなるんですよ。これで鱗がなくなりましたんで切っていきます。細くね。ほう、こんな感じできたのがこれなんですけど、うん、これがね、こうきゅうりとかちょこんってやって皮をね、こうここに入れんやん。ここに乗せて、プルプルやん。で、ポン酢をね、こうかけると、マグロの皮ポン酢っていうね、このちょっと箸休めだったりとか、お通しだったりとかでいいんですよ。これがすごい。食べたことない。本当？うん、これもちょっとじゃあ食べてみてよ。これは何貫分？これ、うん、いや、この量だからね、10貫分で。いや、おかしいやろ。で、ここにもあるまだある、まだある、まだある。10巻分という。あ、そうなんや。判定じゃあ70なん。これで70。あ、そう、はいはい、残り30ね。確かにどんな味というか食感気になるな。皮食えるんや。いただきます。うわ、コラーゲン系かと思ったら、うん、脂がすごいんだね。あ、そうなんや。そうなの、めちゃくちゃ脂なの。だからキュウリだ。だからキュウリだ。だからポン酢だ。そう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 。確かに真っ白やわ。これね、みんな10巻分以上の油あるからマジで。油だけで言うと、いや、本当に。あ、そうなん。うん、ね、好き嫌い分かれるんだけど、マグロの旨味と油がね、しっかりと乗ってるから結構ね。すごい。酒のあてには最高だ。酒いいね。うん、これ酒だわ。ということで、こちらね、視聴者さんからいただきました。すごい、これ有名ないな。伝酒有名っすよ。青森県の名酒です、これは。そうなんや。生の薄濁り、ちょっと濁ってる。じゃあ100万人記念なんでね、うん、みんなで乾杯しようよ。せや、酒がなかったわ。そうや、嬉しい。ありがとうございます。本当にありがとうございます。この前、もうついこの間届いたもんな。そうなのよ、うん、ちょうどお寿司にはぴったりですよ。あ、そうなんや。うわ、綺麗。ほんまや、ポカリみたい。ちょっと思ったわ。濃いめのポカリ。ポカリみたい、粉のタイプの。馴染み深いな、だから。乾杯しましょうか。乾杯。イエーイ、アイス。うん、うわ、うん、ま、うん、ま。微発泡開けたら、ね、だから若干炭酸が出てる。ほんまや、確かに。これ いけるわ、飲みきれる。うまい。おお、もう、え、やば、ポカリと間違ってる。飲み切ったぞこいつ。いや、俺ほんとお酒界で一番日本酒が実は好きなんよ。そうなんや。マジで言ってるね。ただベロッベロになるから。じゃあやめて。いや、家だからいいじゃん。外では控えてる。今日だけは。あ、今日だけ。祝いだから。いや、飲みやすいな、めちゃくちゃ爽やかでね。うん、え、うん、大丈夫。そのフェイス大丈夫。行こう行こう行こう。よし、じゃあこっから、はいはいはい、握りながらいろいろ食って飲んでやっちゃいましょうか。そうですね。あとお寿司はこれ、うん、赤身、大トロ、中トロが20貫、うん、で、レンタルに用意してもらった、おネギトロ、
そういうことか。はい、これが10巻で合計100巻。100巻ね、はい、食い切ればね。食い切ればそういうことね、うん、そうそうそう。じゃあやりますか。やりましょうか。じゃあ焼き鳥くんもちょっと食べてよ。唐揚げとか。唐揚げ食べる、うん、絶対好きだから。いただきます。来た、ツボにはまった、うん、言うことない。これちょっと辛いの、いいね。あえてね、この風味、うん、いい。これめっちゃ食べやすい。でも鶏もこれでいいんじゃん。確かにね、うん、この唐揚げの味付けいいかもね。めっちゃ合う。美味しい。軍艦、軍艦いいよな。軍艦ってあの形の寿司を見てさ、うん、軍艦って名付ける。バカなの。それはそう。焼き鳥食え。お前さ、自分が気分悪いからってなんか同じ目に合わそうとしてる。これ違う違う違う。お前これ10巻のうちの1巻おかしいやろ、この量。ちょ、これも視聴者さんから。危な。お前手ベタベタやないか。この視聴者さんからいただいたやつ。醤油や、燻製醤油。うわ、何でも出てくるね、視聴者さん。本当ありがとうございますね。これもちょうど一食ぐらいに届いたよな。そうだね、お前な、うん、タイミングが良かったから。これちょっと赤じゃない。赤み、うん、確かに。ネギトロじゃないの。これは違う。違うの。これであればそのまま食ってほしい。俺これこのまま食う勇気ないよ。うわ、え、やば、匂い。くん、くんの匂い、えぐいわ。よいしょ、すいません、いただきます。これでじゃあちょっと赤身いきたいね。うん、うわ、いっちゃったよ。いいっすか。うん、くん醤油赤身。うわ、すごい。初めてこんなお寿司は。いい。なんか俺は好きだけど。なるほどね。俺は好き。うん、賛否両論あると思う。あ、ほんま。え、ちょっといただいていいですか。え、いいよ。根太郎さん、握りたて1秒で食うべきなのな、寿司は。お、うん、わかる。え、くんです。くんなのよ、めちゃくちゃ。うわ、口に入れた瞬間くんだわ。そうなのよ。いいね、これ。うん、いい。なんかでも寿司より合う何かは絶対ある。あ、確かに。うん、うん、でも寿司もあり。あり、あり。だけど寿司はこんなんやダメだっていう人もいそう。いるね。うまい、おいしい。何やろ、これ目玉焼きとか。そう、思った、うん、ベーコンエッグ。あ、いい、これそれいいわ。ベーコンエッグマヨ醤油丼の醤油これに置き換えたら最高です。あ、もう金取れ。ズッキュン。ズッキュン出た。ズッキュン。え、マジで。それそれや。うん、うまいわ。これじゃん、もしかしたら。インカ揚げ、うん。うわ、合う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 。これだった。うん、どれ。まさかそんな合うわけ。クンチキラー思い出す。うわ、うまうまいうまい。こっちの方が合う。こっちの方が圧倒的に、うまおもろいな。食ってくれ。てか、お前軍艦にしてくれよ。こんな見たことないって俺。いや、あんねん。食うか。食ってみーや。なんなんこれ。俺じゃあネギトロ軍艦にしたわ。いただきます。うん、おいしい。あ、うまっ。わさび欲しいね。入ってんなよ、それでも。たくさん、もっと。足りないよな。ジューシー。海苔がやっぱいいわ。魚介と海苔は本当に切っても切れない関係や。この日を迎えれてよかった。確かに。ここに行ったらやりたいって言ってね、行かない可能性もあるわけだよな。そうやで、本当に。100万人すごいよな。で、100万人を目標にしてたわけではないんだけど、うん、でもやっぱ YouTuber たるさ、あるよな。なんもなかった、あれ。新たな目標とかない、レンタロウさんは。ない。あ、ないやばいじゃん。別に100万人を目標にしなかったから。確かにな。最強の秘密基準はな、うん、それは変わらないというか。なるほどね。はい、軍艦きた。軍艦おいしそう。いただきます。てか、レンタロウまだ食ってないよね。50巻を最後にお前食ってないよ。いやいただきます。こやつ、うめえ。うん、うん、やっぱここに来てる海苔がいいよ。海苔海苔いいわ。おいしい。これ軍艦にしてよ。いいよ、唐揚げ。おお、マヨマヨ。あはは、唐揚げ軍艦マヨ。回転寿司にあるわ、これ。ででん。いいね。うまそう。見たことある。いいな。うん、正解。うん、いい。うん、うん、酢飯とマヨネーズが調和してる。やっぱり、こいつら。俺、ちょっとこの前、本当に100万達成してお祝いのメッセージめっちゃもらったのね。うん、で、
一個うわって思ったのが4月1日だったじゃん、うん、3月31日にさ岸くんち出るっつってさ、うん、動画出して4月1日からホームレス生活っていう、去年な、そう、うん、去年やったわけよ、ちょうど1年ほんまや、出てから、うん、あ、まあ確かにな、ちょうど1年で100万人達成と、すごくない、すごいわ、ええって、お、確かにそうやな、1年でなかなかいかへんよね、うん、まあ1年1年かで、印象残ったところってある、この1年の中で、うんうんうん、岸くんち出てから、そう、一番印象強い、なんだろうな、それで言うんだったら俺はショートの食べるネギ油、うん、あーあれを揚げ投稿するじゃん、うん、投稿してその視聴回数の伸び方に一番驚愕したね、うん、はいはいはい、何この伸び方みたいな、あった、今でも1位よね、あれが多分今もう2000万いきそうだ、いきそう、いってるかいきそうか、うん、うん、あれが確か初めて1日で100万再生いったショートの、せやったっけ、そう、バズるのを体験したっていうか、あ、うん、すごい印象に残ってる、強かったもんな、あれ嬉しかったな、うん、あれを超えるショートが未だに出てきてないからさ、確かに、そうやな、うん、あれ半年ぐらい前か、もうちょっと前か、うん、そう、夏ぐらいか、夏8月ぐらいじゃなかったかな、せやんな、レンタロウは、俺はね、純粋に楽しかったのが、うん、やっぱ家買うまではきつかったから、うん、家買って初めての夏、うん、の流しそうめんとか、はい、あそこらへん流しそうめん楽しかった、やりたいことして遊んでた、はい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 、じゃあ、うん、まあ確かに、あのなんかちょっと秘密基地に集まって夏流しそうめんするあの雰囲気、うん、あそこらへんめっちゃ楽しかったなって、うん、確かにね、いや それで言ったら本当にこの1年間2人揃ってさ超長かったっていう、もう、うん、俺も長かったよ、実は長かった、長かったっしょ、長かった長かった、人生でさ、やっぱ小学校、中学校って長いじゃん、うん、なんか1年間が、うんうんうん、それ以上に長い1年間だった、いや本当に長かったね、パッて動画を見てさ、うん、あれこの動画2ヶ月前、まああるな、おかしいな半年以上前じゃないのこれ、見て、わかる、精神と時のマイルみたいなの、マジで時の部屋な、それだもうダメだ今のでもうダメすまん楽しかった時期ある、楽しかった時期は何やろな、俺はあれかな、あの射撃場作るが自分の中ではやっぱ好きかな、一番やりたいことしかやってない感じがあった、はいはいはい、男ほらくすぐられるやつね、そう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 、焼き鳥くん一番輝いてたんじゃない、輝、あれは輝いてたよ、輝いてたよね、あれ輝いてた、なんだっけ、 PP90 ね、 P90 だ、ずっと映ってるけど、で、あれ作った後、毎日のようにシャクってたね、シャク行ってくるわっつってた、うん、マジでうるさかったよ、そんなうるさくはないよ別にこっち行ってはいたけど、うん、楽しかったな、あれは戦場に行く兵士の後ろ姿みたいな感じシャク行ってくるわ、シャク行ってくるわそこね、うん、うん、いや、あれ楽しかったな、ああいうのやりたいな、男心くすぐられたいね、うん、まあそんなこんながありましてね、100万に達成させていただきましたが、うん、はい、それもね、皆様のおかげでございますと、ありがとうございます、ありがとうございます、いつも見てくれてありがとうございます、いや、これからもね、100万人すごい、すごいイメージがあるわけよ、うん、俺の中でもやっぱ、うん、ある今まで YouTuber を見てきたからこその100万人 YouTuber っていう凄さってあるんだけど、うん、まあなんかそれ逆にも気にせずというか、うん、なるほどね、変わらず今までの秘密基地でいたいと思ってるし、俺らには向いてねえよ、まずそう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 、マジでな、マジで向いてない、俺マジでなんかあの YouTube ファンフェスタとかあるじゃん、うん、ああいうのにさ、ランウェイみたいな、ランウェイに行ってさ、俺ら二人でさ歩いてる姿マジで想像できないし、できないできないあるな、そんなんな、いっぱいお客さんいる中で暗いとこ歩くやつな、そう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 、絶対無理、無理や、うん、確かに庶民だから俺らマジでそうそうそう、そういう気持ちをね忘れずにというか、今まで通り、うん、ゆるく楽しんでやっていきましょう、せやな、うん、ならこれまで通り応援してくれると嬉しいです、よろしくお願いします、お願いします、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした食ったね、食いました、いや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 、結構きつかったけどねあ、まあ唐揚げとだけど皮は食ったか、うん、こっち大丈夫いや、うまそうなんだけどね、そう、100万人記念だっつって息巻いてねやりましたけど、うん、やっぱり食い切れなかった無理やった無理やった今ね、
10分目いっちゃったから、うん、もう11分目はないのよそうなん俺らの中で、まあね、無理なんですよ。夜飯にしましょう。そうですね。記録何巻寿司計算推定、うん、寿司だけだったら、握りだけだったら65巻ぐらいかな。うん、で唐揚げと皮食べて、まあ記録80巻ぐらい。うん、なるほどね。お見事。いや負けてるから100巻やろ目標は。だってまあ変わらずにね、今までと良くも悪くも、うん、無理はしない、そらそうやな。ところでやめましょう、はい、して偉い綺麗に残してるからね。これは夜飯にして、うん、作取りしたのも少し残ってるから、うん、あれはあの漬けとかいろいろやり方あるし、うん、冷凍もマグロ結構効くんですよ、うんうん、いつでもマグロフェスで行きます、ね、パーティーやな。パーティーまたいつでも、ちょっともうしばらくはいいかないや、マグロは明日でも食えるよ。本当？本当に食いたくなる？なるなる。そうなんだ。意外といけるから。そうか。だって胃もたれしてないでしょ実際。胃もたれって感じではない。うん、普通に飽きたって感じでしょ。いやでもゲロ吐こうとしてた、さっきしてないこいつしてないけど、うえって言ってた。マジで言ってた。まあまあ言ったけど、言ったら、まあ、うわアウトだ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。本当に美味しかった。美味しかったね。いいマグロ。改めて皆様、チャンネル登録者100万人ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。お願いします。というわけで最強に見つけ超目指すレンタロウと古民家でお店を出したいご主人頑張るので、チャンネル登録と高評価コメントよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイチャ。あ、一個ちょっと話したいことがあった。何？100万人行ったじゃないですか。はい。そろそろよ。うん。ファンネームみたいなのちょっと決めたい。レンタロウさんのはず。これもファンネーム？20万30万ぐらいの時から言ってはいる。はい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 。レンタロウは。でも分かる。で考えたわけじゃなくて、うん、視聴者さんが勝手に自分で言ってくることがあるわけ。うん、提案。はいはいはい。で、ちょっと一個これいいなって思ったら、ちょっと待って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 、一回待って一回待って、これ今言うことによってそれになるから絶対せやな、言ったらそれになるな。お前のその一言の重み分かれよ。だからマジで俺100万人 YouTuber なの。そうなんだよあ、そうなん、うん、だから一旦、うん、募集する形でちょっとやってみる。聞くだけ。そうそう、ね、あの、はいはい、ファンの方が呼ばれるわけじゃん、うん、そらすや呼ばれたい名前をそらすやはな、うん、オーディエンスね。オーディエンス、オーディエンスね、うん、オーディエンスでもういいんじゃん。いいじゃん。ファンネームオーディエンス、ダメだ、かっこいいな、かっこいいな。じゃあ略しておでんとかにする。なんでだ